この頃からカバーがつき始めたんですよね。ついてないですね。でも20もほとんどないんじゃないかな。10はもちろんないよ。でもこれむき出しでもこんな静かってのはある意味すごいですけど。確かにすごいっす。今の車もカバーだらけですよ。レクサスとかもうカバーしかついてないです。そうそうそう。クラクションの音が30の方が響きますね。自分のあんま響かない気がします。ああ、まあ物は違うんだろうね。ついてますね、こっちも人は。ああ、はいはい。場所が違う。違うんですよね。ね。全くの新設計ですからね。あの、サンバルはまた違うじゃないですか。違う。車種が。そう。先週、シマルマさんもギュウギュウに詰まってます。エンジンで。あ、もう、V8 なんで。すげえなぁ。これ、エアサスな、ね、名残が。そうなんですよ。CCO。C なんで純正がエアサスなんですよ。これ純正ですか？わかんないですね。あ、わかんない。これよく持ってますね。普通、もう落ちてきたんですけど。なんか、変えたのかな？自分の純正なのわかんないですね。はい、はい、これ、あ、トキコっていうのは、まあ、純正なんですけどね、はい、この時のね。あ、これはディーラーで買いてくれたんで。でもなんか全然平気そうっすね。そうっすね。だいたいこれバンバン落ちてくるんですけどね。サンマルとかも結構壊れてますね。あの、気をつけないと頭打つんですよ。思いっきり落ちてくるんで。壊れちゃいます。やばいですよ、もう。そうだ。あともうガラスじゃないですか、ライトが。くすまないじゃないですか。スーパーレアだ。こう見るとだいぶ違うんだよ。